始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タイバ工場のアンデュです。今回はこちらのコースで遊んで噛んじゃったトロールケーブハッシュタグ DGR ボリューム3やっていきましょう。なるほど、トロールケーブ、いやケーブは洞窟って意味なんですよ多分ね。なんかそうマリオメーカーでね、ケーブって何なんだろうって思って、そのケーブの拠点を探したら洞窟ってやつに届いてたんですよ。でこれ俺さっき見逃してませんでしたよ。上に死んだマークがあったんですよ。つまりここは下です。やっぱりこれ上なんじゃない？上説あるぞ。全然、いや上なんかい。結局なんだよ。待って落ち着いて考えろ。この左側、あーさすがにね、右と見せかけて左とかそういうのではないとって考えろ。で見るからに着地してくださいみたいなマーク、あれはフェイクです。なんで俺は一個先を見る。これが未来への届けって加速するでしょ。やっぱりね思ってたよ。で、あで隠しブロックがありました。はい、でスルーします。で行っちゃっていいよね。失礼させていただいて、でこの土管に入ると、はい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 、ここまで完璧なんじゃない。でスピードで抜けて OK。 はい、ピンポンピンポン、ありがとう、祝福してもらってね。でこのピンクコイン、いやなんだそれ。あ、オッケーオッケー、鍵を手に入れたのはいいけど、どこ行くんだこれ。だってあの土管に入ったら死んだじゃないですか。でこの先もこのドッスンに当たってやられてしまうんですよ結局。じゃあ意味ないよな。え、やべ、進む道がなくなったぞ。もしかしてだけどここにやっぱなんかあんのか。いやな、いや待てよ、まさかとは思うけど、この下とかじゃねえか。違うんかい。いや分かったよ、こここう行くでしょ。でこの土管のあそこに入るんじゃなく、ここのここだ。あー惜しい。ここでおい、オッケー。でこの上、あやっぱあるぞ。え、ここ飛ぶか。あ待って、ここに土管があるとか、隠された土管があるとかじゃない。しかもあいつら落ちてこないもんね。怪しいな。ちょっと待って待って、いろいろ考えろ、いろいろ考えていいですか。こっちに行ったらもうそこは炭だから、やっぱこの上に行くしかない。じゃあもう大ジャンプでかけよう。何か来い、何かあれ、ここさ、あある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 来た。はい、でふっ来た。落ち着いて、隠しブロックがあるのは分かってたよな。で俺は最初にゴールのところで死んだ時に赤土管をフェイクっていうの分かってたんですよ。つまりここの青土管、はい、でここの鍵を開けることによって、それでは次のコースどうぞ。お、じゃあ次またこのコースで遊んでいきたいと思います。原作コース、トロールアレンジパート8だって。マリオブラザーズからワールド2の1をトロールにしてみました。なかなか楽しめるコールにトロールになってます。中間あり、もう今日はトロール尽くしていきましょうか。じゃあなるほどね、ワールド2の1ってどんな感じでしたっけ。全然覚えてねえわ、マジでわからん。あどっすんど、うおー、ここにいるだけでやられることなんて何もなかった。オーケー、わかったよ。でどっすんが来るでしょう。で多分ねこのクリボーはこっちで倒しましょう。なんかジャンプできなくて死ぬとか、そう、なんか来た、なんか来た、おっぶね。でここ今のうちに行って、あいつらのフェ、いや大丈夫なんです。このドアが奇跡を起こで落ち着きますよ。こういう穴のところはね大体やられるから。でさっきあったよな、隠しブロックがあったじゃん、あったじゃん隠しブロック。 OK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 、OK OK 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 OK、でもう一個あるんじゃない、上に。騙されないよ、あ特にないと。でここに入ります。で分かるぞ、あるだろあるだろ、ないんだな。じゃここに一回落ちて、なんだなんだなんだ、土管が落ちてきた。いやこれもなんか落ちちゃダメな気がしない。大丈夫か、でも落ちなきゃいけないか。でも届かないこともないけど、 OK。 で上を選択して、待って下に落ちていいのか、あなじゃん、はい OKOKOK。 でいや叩くのはさすがに違うでしょ、怖いからね。叩かずに上に行くと。で分かってんだよ、隠しブロックの一つや二つあるでしょ。ない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 。じゃあもう飛び越して、いやここも勢いで行きたいところだけど、はいはい、この石橋を叩いて割っ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 て、
っとる感覚を下に中間入っとる。オッケーオッケーオッケー、中間まで来ましたよ。で P スイッチ反応したよなさっき。オッケー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 、フェイクの反応に成功させた。でここで P スイッチが終わるのを一旦待つと。オッケーオッケーオッケー、一旦待って、でオッケー、先に進むことができる。いやこの矢印か、ここに落ちます。一回入るか、いや待って、入る意味なんてないよな、絶対俺はこの先だと思ってるもん。入りません、ここはあえて。OK、 皆さん多分動画ではカットしてると思うんですけど、これあの土管の下に落ちるとあの死ぬんで、 OKOK、 はー許せねえよ、俺は許せねえ。 OK、 ここで俺が意識することはもうとにかくなんていうんですか、こいつがいなくなったところにしっかり入る。は、いや今絶対土管乗ってから出てきたでしょ。 OK、 皆さん見てください、 P スイッチを反応させることに成功しました。つまりここで P スイッチがあの復活するまで待ってれば上から行くことができると。こんな嬉しいことがあっていいんですか。 OKOKOK、 これでやられることはまずない。で落ち着いて飛び越してしまおう。待って大丈夫か、飛び越したのはいいが、はい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 、そんなのやられると思ったら大間違い。お茶の子サイズ、はい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 、そんなのにやられると思ったら大間違いの。お茶の子さん、やってやるよお前との勝負、受けて立ってやったよなあ。待って来ないよね、落ち着いて。うわこれ怖っ、 P スイッチ反応してテンテルテン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 ってならないよね、ならないことを祈ります。怖っ、待て待て、はい、あのうわそれはちょっと予想外じゃん。OK、 皆さん戻ってきました。でここ来たよな、わかってんすよ、どうすんちゃん、あんたが来ることはね。で隠しブロックもないこと確認、しっかりと着地。OK、 来ました。なんでもうこういうことですよ、はいはいはい。でこういうことで、はい、ピョンでくるんでストン、完璧でーす。で考えて、本当にこのバネを使うべきなのかですよね。そうだと思ってました、使うべきではないんだと。 OK、 来ましたよ。で降ってくるでしょ上から。え、なにこの隠しブロック、え、なにこの隠しブロック、え、なにこの隠しブロック、あ、なんだなんだ、え、いい、なんか一個だけ、あ、ゴールのフラッグあるぞ。で、ここですよね。で、多分何個かあるんすよね、ここは。こいつらを何個か出しながらちょっと警戒しつつね、警戒しつつ、オッケーオッケー。でもう一個出すよ、はい。でこっち移動する、はいはい、オッケーオッケー、あ、オッケー、落ち着いてるよ。であいつらが右のゴール側で落ちるのが理想なんでね、ちょっとカットしようかな。オッケーオッケー、ドミノ式ドミノ式、ナイスドミノ式、あー終わった。ここに落ちてきたらもう多分、いやーそうなんす、罪なんすよねー。いなくなってね、このやつ。なんだ。あ、分かったぞ。こうすることによって、もしかしたけど、ブラックパックの存在を消せるんじゃねえか。ほら見て、何匹か消えてない？ふっ、届け。いける。まだ可能性あるぞ。いや、てかもうここ飛び越しちゃおう。飛び越して、いけゴール届け。よっしゃ。多分こういうゴールの仕方ではないんだろうけど。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。